と激辛ジョリです。今日もみんなの CD 気をつけちゃうやってきました。はい、今回は成田にいるんですけども、成田空港近くのところにいるんですけども、今回は激辛ラーメンになります。本日のお店が東麺坊成田店になります。はい、こちらにはですね、激辛地獄ラーメンという辛いラーメンがあるんですけども、でこれも辛さレベルがあります。1丁、2丁、3丁、4丁と、順々にこうレベルが上がっていくんですけども、こう店内見ると辛さの認定証がこう貼られるみたいなんですけども、まあ10丁とかね、20丁とか辛いのとはありますけども、まあ今日はですね、この最高記録をこう目指して今日はこの激辛チャレンジしていきたいかなと思います。それでは早速行ってみましょう。レッツゴー。オー！今まで地獄ラーメン一番辛いの何丁目出ました？100丁目。じゃあ地獄ラーメンの100丁目お願いします。そしたら100、地獄ラーメン100丁目。はい、切りよく、まあ単純に100辛ですね。お、行きましょー。100丁目。うおー、いただきます。さあ、地獄ラーメン100丁目さん、お手並み拝見です。スープ買いでね、これなんですか？ディモンジュース。うん、入ってる豚は大根、もやし、水菜ですかね、もやしとかコーンとかいっぱい入ってラーメン100から食べ終わったんですけども、ふんだんに唐辛子が使ってあって、最後の方はやっぱ下に沈殿していた唐辛子で、やっぱスープを飲み干すのはきつかったですけども、まあもちろん辛いですよ、辛いですけれども、やばい唐辛子を使ってないんで、そういう唐辛子をまあいくらこの10杯100杯入れても、まあ基本的な辛さっていうのはまあそんなさほどあんま変わらないかなといった印象です。辛さレベルの発表していきましょう。東方坊の
地獄ラーメン100から辛さレベルじゃーじゃん辛さレベル6です。おめでとうございます。6です。ぜひですねこれ成田なんで、まあね、海外旅行とか行くついでにもし激辛マニアの方挑戦してみてはいかがでしょうか。というわけでもしこの動画が良ければグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter 等々も更新してますんでフォローお願いします。Fly away, ooh, la 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 la.